田島陽子は、日本のフリーアナウンサー。厳正、荒井。埼玉県桶川市出身で、宿徳世の高等学校を卒業。2001年3月に、整形大学文学部英米文学科を卒業後に、テレビ金沢に入社した。在学時は、東京アナウンスセミナーに在校し、アナウンスセミナーを受講しており、フリーアナウンサーの高島彩と大学の同級生で、ある。 2003年に日本テレビで放送された、春は、女子アナ。ニュースの女王決定戦では、昆虫館での泣きながらの必死のリポートを、井筒和幸に評価され、ベストキャスター賞を受賞した。2005年に退社し、フリーアナウンサーとして、活動の拠点を東京に移し、テレビ埼玉の浦和レッズ応援番組、レッツ TV、GGR、レッツナビの MC や、 J リーグ中継ピッチリポート、午後玉のスポーツコーナーなどを担当した。テレビ東京、朝はビタミン。では、情報リポーター、テレビ朝日、サンデースクランブルでは、総理大臣や大物政治家へのインタビューなど、政治リポーターを担当した。テレビ神奈川、千葉テレビなど、関東有局の番組にも出演経験がある。身長161センチメートル。 血液型 A 型。私生活では、2008年2月にプロサッカー選手の荒井健二と入籍、12月に挙式、2011年4月、第一子となる女児を出産、2014年5月、第二子となる女児を出産、テレビ、金沢時代フリー転校後、ありがとうございます。